皆さんこんにちは、リカエスです。今日はアナ雪のスノーショットの方をご紹介していきたいなと思います。でこの間ね、3番まで進んでみたんですけれども、まだ不慣れなんですが、結構絵も綺麗で楽しそうなので、続けれるところまで続けていきたいと思います。ステージ4、トロールのジェムを落とす。トロールのジェムを全部水に落とすとクリアです。これ結構ね、ぶつけるのが難しかったりするんですよね。タップして落とすんですけど、緑も落ちましたね。まだ全然慣れていなくて、このピンクのねラインを動かすのもちょっと今難しい感じで頑張っています。こうクリアするとね、結構すっきりするゲームです。次ですね、ステージ5、こちらもトロールのジェムを落とす。どうしたらいいんでしょうね。これここに何かすごいできてるかのように言ってくれてるんですけど、全然落ちないんですよね。さっきよりはいいかもしれないですね。楽しいけど難しいですね、本当に。あ、落ちました全部。でこんな感じで進めていくゲームですね。こう壁にぶつけたりとか、そういった感じで進めていく、まあ氷を割っていろんなものを落とすという感じのゲームですね。やりました。オラフのサマードリームステージをアンロックしました。各サマードリームの終わりにスペシャルボーナスがありますということですね。赤いブロックを全部壊す。
持ち玉が15個で、この赤いのを全部壊すということなんですけど、できるかな。お、あ、すごいですね。こんな感じで、あ、止まっちゃダメなんですよね。あー、もうじゃあどんどんぶつけて壊していった方がいいのかな。ちょっと失敗しちゃったので、もうなんか無言になってしまいますね。オラフがね、面白いですね。宝箱をタップして商品を獲得しましょう。何が入っているんでしょうか。60コインを獲得しました。コイン何使えるんでしょうね。ちょっとまだその辺調べていないんですけれど、このような感じで氷をね、壊して進めていくゲームです。で、これから私は無課金でどんどん進めていこうと思います。で、できるところまで頑張っていこうと思います。で、ちょっとね、楽しいステージとか出てきたらまた紹介したいと思います。進み方がゆっくりですが、よかったら見てください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。